幌ドームです。テレビをご覧の皆さん、こんばんは。北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズ、クライマックスシリーズ第2ステージ第3戦の模様を、解説席には達川光男さん、宮本和智さん、以上この2人の解説で進めてまいります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そして選手のコメントを届けてくれるリポーターです。はい、こんばんは。我々が選手たちの声やベンチの情報を伝えてまいります。頑張ります。はい、今日もよろしくお願いします。さあ、いよいよプレイボール、その瞬間を待ちます。今日のゲームの先発ピッチャー、グリーン、果たしてどんなピッチングを見せるのか。1回の表、バファローズの攻撃、バッター、坂口、左のバッターボックスに入っています。1回の表、バファローズの攻撃、今日の1投目、初球から入れてきました。今のボールは何でしょうか、宮本さん。フォークですね。ああ、フォークだったんですか。マウンドは先発ピッチャー、グリーン、どう攻めるのか。これは外れた、ワンエンドワン。バッターは1番坂口、3球目はどうする。これも落としてきました。低めのピッチングが続きます。さあ、バッター有利か。ストレート打って、竹がピッチャーの横、ピッチャー取った、ファーストへ、一塁アウト、アウトです。坂口、ピッチャーゴロに終わっています。次のバッターです。村松、左のバッターボックスに入りました。この回はワンアウトになっています。何から持ってくるか。あっと、打った、ショートへの当たり、取りました、一塁へ、一塁アウト。村松、ショートゴロに終わっています。次のバッターが入ります。カブレラ、ツーアウトになっています。初球です。その初球、ボールから入りました。ワンボールになりました。順調にツーアウトにしています。2投目は直球で切りました。やっぱインコースで腰を引かせると外は打てないわけですよ。そうですよね。バッターは3番カブレラ。さあ、次の3球目、スライダー。まあ、スイング自体はね、いいと思いますよ。はい、豪快に振ってきました。さあ、次の4球目は、あっと、スイングアウト、三振、スリーアウトチェン、結局空振り三振に終わりました。空振り三振に仕留めた場面、そのリプレイです。1回の表が終了しています。バファローズ3人で攻撃を終了しています。そしてバファローズの先発ピッチャー、金子。さあ、そのピッチングはどうか。1回の裏、ファイターズの攻撃、対します。この回の先頭、田中健介、左のバッターボックスに入ります。1回の裏、ファイターズの攻撃。さあ、1投目、まずは簡単にストライクが来ました。これね、きついコースですよね。はい、このコースに来ていれば簡単には打たれないですよね。はい、その通りですね。トップバッター、田中健介、第2球、まっすぐで決めました。147キロです。さあ、1球様子を見るのか。これは強烈な当たり、右への打球、ライト伸びる、落ちた、落ちました、ライトの前。田中、ライトへのヒットを放ちました。そして次のバッターとなります、森本。初回の裏、ノーアウト。このバッターあたりはね、本当体調がいいみたいですけどね。はい、果たしてこの打席はどうなんでしょうか。いきなりヒットのランナーを許しています。1回の裏、内へ、最初は高めに来ました。この球はボールになります。バッター、森本、どこに構えるか。外れています。2ボールになりました。いきなりランナーを背負っています。さあ、3投目、
この変化球はわずかに外れました。ボール3つになったがストレートできました。ワンエンド3になっています。先制、これは一塁セーフになります。さあ5球目、これは外れた。フォアボール。フォアボールで一塁ランナーは二塁へ。これで二塁一塁です。そして次の3番稲葉、この先制のチャンス、打席が回ってきました。ノーアウトでランナーが二塁と一塁にいます。さあどこから来るか。高めのボール球、手を出した。上がりました。ちょっと詰まりましたね。変化球でしたけどしっかり取りました。稲葉ライトフライに倒れました。ここで打順は4番という場面、高橋。さあバッターボックスです。ここはね、絶対先制点入れなきゃいけませんからね。ですね。ここはじっくり行きたい。このピンチどう切り抜けるのか、何を投げてくるか。この打球はあっとゲッツーになりそうだ。取った。二塁はフォースアウト、一塁もアウト。ゲッツー成功、スリーアウトチェンジ。さあバファローズ、この後 DH から始まります。2回の表バファローズの攻撃、先頭バッターは DH ロード。さあチャンスのきっかけは作っていけるでしょうか。宮本さんにお伺いしましょう。今日の立ち上がりはどうでしょう。初回のピッチングならまあ痛烈な打球、初球狙った。打球はセンターへ上がったぞ。ワンバウンドヒット。さあバッターランナーは二塁へ。ショートが中継、ツーベースヒット。ローズセンターへのヒットを放ちました。そして打順が変わります。後藤、今日の第一打席になります。さあバファローズ、センターへのツーベースヒットでランナーが出ました。まずは初球、これもいい当たりだ。打球はポールを襲っている。入るか。あーポールの右、ファウルです。2投目はこれは変化球、合いません。クロスライダーで追い込みました。さあどういう1球で遊ぶんでしょうか。スイングアウト、三球三振、一気に決めてきました。最後に空振りを奪ったただいまの三振です。そして次のバッターとなります北川、ここは先制できる場面になります。まあ結構コンディションもねいいように見えますけどね。はい、この打席のバッティングはどうでしょうか。ワンアウトになっています。さあ1球目、まっすぐ打ちました。ファウルです。さあ最初のバッティングはどうでしょうか。2投目、低めを打って、これもファウルボール。際どく攻めるのか。今度も落とした。今のは振ると思いましたけどね。はい、最後まで見ていました。さあ第4球、変化球、2ストライク2ボール。次が5球目、これは外れてボール。ボールカウント 2-3 2-3 からの6球目、2者連続の空振り三振。最後はバットに当てさせませんでした。スイングアウトの三振のシーンです。そして次のバッターを迎えます下山、先制のチャンスで打順が回ってきました。続けて三振を取っています。初球です。まずはまっすぐから入りました。ワンストライク。さあ今日の第一打席です。さあ2球目、今度はスライダーを持ってきました。外へ2球持っていきました。さあ勝負か、どうする。あっと三振、スリーアウトチェンジ。無失点に切り抜けました。でも全部アウトコースじゃないですか今のね。はい、外でした。2回の表が終了しています。バファローズ無得点に終わっています。
2回の裏ファイターズの攻撃、この回は DH から始まります。レッジ2回の裏ノーアウトです。いきなりヒットを許しましたが無得点という初回のピッチングでした。まず初球、初球を叩いてくる、あっと一塁線抜けていった。さあヒットが出ました。さあ二塁間に合うか、ツーベース。宮本さんにお聞きしますが、今打たれたのは何のボールでしょうか。カーブですよね。ああカーブですか。さあランナーが出ました。小山、このゲーム最初のバッターボックスになります。いきなりツーベースヒットを打たれています。どこから狙うか。まずはストライク、ワンストライクノーボール。バッター小山、さあどうでしょう。アウトしました。抑えた、一塁に送ります。アウト、ワンアウトになりました。そして打順は7番糸井、そのバッターボックスです。こういう状況でね、下位打線との対決ですよね。そうですよね。ここでつながればやはりこれ大きいですよね。初球スライダーで入りました。このコントロールです。バッターは7番糸井、次のボールはこれはまっすぐ、ツーストライクです。サインはどう出されたのか。しかしこれはボール、この球は入りません。さあ次の4球目は落ちるボール打った、打球はライン際切れるか、この打球はファウルになります。カウントはそのままツーエンドワン、変化球を打っていった、打球はレフト上がった、落ちた、落ちました、レフトの前、これは先制のタイムリーヒット、ここで先制します。今サードランナーがホームイン、1対0、1点先制、リードを奪います。点が入りました。そして打順が変わります。鶴岡右打席です。すでに1点を許しています。最初の1球は何か、まず外から入りました。カウントワンストライクノーボールです。得点差わずか1点、ファイターズがリードしています。これはいいボール、ボールカウント2ストライク。キャッチャーの要求は、変化球外れました。バッテリー外してきます。さあ4球目、高めのインコース、平行カウント2エンド2。さあ5球目、変化球打って、今引っ掛けましたね。これでアウトカウントが2つ。そして次のバッターとなります金子誠、この試合初めての打席ということになります。さあ初球、さあファーストランナーがスタート、ボールになった、スチール成功です。さあ今のスチールです。ツーアウトから盗塁に見事成功しています。先に先制を許しました。後続は立っていきたい序盤戦です。これは内に持ってきました。ワンエンドワンです。金子、この2回途中までを投げて、ゆる、さあ2塁ランナー3塁を狙う、これは外れた、タッチはアウト、盗塁失敗、これで3アウトチェンジ。さあリプレイでご覧いただきましょう。2回の表裏終了、ファイターズ1対0、先制点が入りました。3回の表バファローズの攻撃、8番からの打順になります。日高、3回の表ノーアウトです。グリーン、1点のリードをもらってのマウンドになります。どこから行くか。初球外に来ました。ピッチャーボール球をうまく使います。バッターは8番日高。さあ2球目、変化球打ちました、これはセカンドの上、セカンド後ろに下がります。
取りました。これでワンアウト。そしてラストバッター大引き、右バッターボックスに入ります。今日の1打席目になります。まずどこに構えるか。まず低めに持ってきました。宮本さん、今日のピッチングはどうでしょう。今日はいいピッチングですよね。はい、この後もしっかりと抑えることになるんでしょう。この回はワンアウトになっています。2球目です。外、外れてボール。このボール球には引っかかりませんでした。バッターは9番大引き、3投目。これはストライク、カウント2エンド1。さあ次の4球目は痛烈な当たり、打ち上げてセンターの打球、ワンバウンド、ヒットになりました。さあヒットになった。これは同点のランナーになる。さあ今のバッティングなんですが、辰川さん、今のフライランなんですけどね、ヒットになりましたね。あ、そうですか。このボールヒットにされました。まず最初のボールを決めていきました。微妙なところを攻めてきます。ファイターズファンで埋め尽くされた札幌ドームから実況生中継でお送りしております。次の第2球、あっと打ちました。ライン際際どいか、取って二塁フォースアウト。そして一塁転送、セーフ。一塁はセーフ。ダブルプレイに逃れた。次のバッターいいですからね、併殺にしたかったとこですよ。はい、そうですよね。残念ながらありませんでした。最初は見ていきます。この球は枠に入りません。これが2回目のバッターボックス。さあ2球目は、アウトランナースタートしました。これはストライク、これはセーフ、盗塁成功。さあ盗塁成功の場面、映像が出るようです。ここでスチール成功、塁を進めました。初回の最初の打席、ショートゴロに倒れています。あ、転がしてしまった。このチャンス、ゼロで終わります。ファーストへ。これは1塁アウトで3アウトチェンジです。さあファイターズ、この後9番から始まります。3回の裏、ファイターズの攻撃。対するこの回の先頭、金子誠、3回の裏ノーアウトです。この試合初めての打席ということになります。最初の1球、初球をしっかりと捉えた、取った、強い当たりでしたがセカンドゴロです。1塁、これはアウトです。ここで打順が一巡します。田中健介、第1球はどうか。まずは簡単にストライクが来ました。ちょっとタイミングが合っていません。田中健介、今日は1回塁に出ています。さあどうでしょう。空振りです。当たりませんでしたけど、いいスイングですよ。はい、残念ながら捉えられませんでした。次の配球は、あっと打った、打球はサードへ、取ってファーストへ送ります。アウト。田中、サードゴロに終わっています。打順が移ります。森本、まず初球、最初から低めに来ました。ここは1球外します。森本、ここまでフォアボールで1回出塁しています。さあ2球目、低め打ちました、抑えた。一塁送球、一塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。ここで各地の途中経過です。まず東京ドーム、1対0ジャイアンツがリードしています。4回の表、バファローズの攻撃。この回はクリーンナップから始まっていきます。カブレラ、右のバッターボックスです。まずはインコース、この球は外しています。グリーン、今日は3回までを投げて打たれたヒットが2本、与えた得点はありません。これはスライダー、2球目も外れています。早くも奪った三振の数が4となっています。3球目、外、これはボール、カウントノースリー。さ
さあ宮本さん、ここまで序盤を見てピッチングどうご覧になりましたか？そうですね、まあ上々のピッチングでしょうね。はい、3回まではいいピッチングを見せました。ストライク、やっぱり外が多いですね。はい、確かに外への球が目立っています。グリーン、1点リードのマウンドが続いています。次が5球目、まっすぐが決まりました。フルカウントになっています。ストライクが2つになった。ストレート、これはピッチャーの横、抑えた。一塁に送ります。あー、アウト。カブレラセカンドゴロに終わっています。初球です。最初はインコースから来ました。ボールカウントワンストライク。2回の打席、センターへのヒットを放っています。これはツーベースでした。次の2球目、アウトコース、平行カウントワンエンドワン。ローズ、一度の出塁がありました。今日のゲームです。さあ3投目、変化球、タイミング合いません。ツーエンドワンになりました。さあ4球目、外、これは外れます。2エンド2になっています。さあ5球目、あっと決まった、三振。これは身動きできません。グリーン、テンポよく三振の山を築いています。このピッチングなら文句ないですよ。はい、このピッチングに手も足も出ませんからね。そしてバッターは5番後藤。何から持ってくるか。まずは外から来ました。ワンストライクです。この回まずバッター2人を打ち取りました。さあ2球目、きれいに決まった。カウント2ストライクノーボールです。追い込んだが主審の手は上がりません。2エンド1です。さあ次の4球目は、カット、鋭い打球だ。これはワンバウンドしています。いい当たりがセカンドゴロになりました。これは1塁アウトで3アウトチェンジです。4回の表が終了しています。バファロー2回目の三者凡退に倒れています。4回の裏、ファイターズの攻撃、打順はクリーンアップから始まります。稲葉、どこから行った。まずは見送りました。ボールカウントノーワン。宮本さんにお伺いしましょう。この序盤のピッチングどうでしたか？まあこれ以上の失点は絶対できませんからね。それだけですよ。はい、苦しい場面もありました。そして中盤のマウンドを迎えています。直球で決めました。内へ2つ続きました。この試合フォアボールの数は1となっています。さあ第3球、ここは見送ります。ボールカウント2エンド1。次の4球目、あー低めのボール球、破った、綺麗に破りました。さあヒットになる。稲葉、センターへのヒットになりました。さあランナーが1人出ました。高橋、右のバッターボックスに入っています。金子、今日打たれたヒットの数は4となっています。初球ストライク、ワンナッシングです。金子、今日の3回までのピッチング許したヒットが4本、この回そのうちの1本がありました。低いボール、やっぱりボール球はね、見逃さないとね。ピッチャーを助けたスイングになりました。次の配球は外のボールは、これはサードになります。抑えた、一塁へ。一塁アウト、しかしランナーは二塁へ。ランナーはワンアウト二塁に変わっています。アウトが1つ。そして次のバッターです。スレッジ、4回裏ワンアウトです。最初のバッターにヒット、その後は内野ゴロに終わらせました。まず初球、最初は外に持ってきました。150キロのストレート、
ここまで1点を失っています。さあどうでしょう。今度も速いボールできました。1球2球と外へ行きました。依然として1点差、ファイターズがリードしています。さあ3球目はどうか。低め打って、これはショート抑えた。一塁送球、一塁アウト、ランナー三塁へ進めました。宮本さんにお聞きしますが、アウトを取りましたが、今のボールは、カーブですけどもね。はい、カーブですか。さあ1投目、これも痛烈な打撃、打ち上げてセンターへの打球、追っていく追っていく、取りました。スリーアウトチェンジ。さあバファローズ1点を追っての攻撃です。5回の表、バファローズの攻撃、トップバッター北川、まずは出塁、チャンスを作っていきたいところです。1球目狙っていって当たりません。ワンストライクです。グリーン、ここまで許したヒットの数は2となっています。さあ次はどう攻めるか。横へ曲げてきました。ワンストライク、ワンボール。この試合の奪三振の数が5となっています。さあ3球目、これは外れます。ワンエンドツーです。5回の表、バファローズの攻撃。さあバッターちょっと有利か。高めの棒球を打った、ちょっと上がった、ワンアウトです。北川レフトフライに倒れました。さあ初球、まず外から入りました。まあ昔と違ってね、今はまっすぐでもまっすぐとは限りませんからね。あ、そうでしょうね。2回目の打席はどうでしょうか。2球目はどう攻める。このボールは外れています。外へ2つ続けました。2回の第1打席、見逃しの三振に終わっています。さあ3球目はどうか。ストレートできました。ボールカウント1エンド2。ワンアウトになっています。バッティングカウントになったが決まりました。今のは思わず見送りました。次が5球目、大きく外れてボールになります。2ストライク3ボール。フルカウントからの6球目、カウント変わりません。このボールはフォアボールです。今日最初のフォアボールとなります。そして打順が変わります。日高、この試合フォアボールの数が1となっています。どこから行った、打っていった、右へ、ファウルになりました。今の投球が60球目。どう攻めるのか。あっと、これはいい当たりだ。一気に来るか、外、外れてボール。2エンド1になりました。次が4球目、この球はストレート外れました。これは釣り球、引っかかりません。さあ5球目、外のボール、ボール気味のね、コースがボール気味だったんですがね。はい、手を出しませんでした。さあ2、3になった。あっと、打ちました。打ち上げてレフトです。ありました、2アウトになっています。日高、レフトフライに終わりました。2アウトになって次のバッターです。大引き、右打席に入っています。2アウトになっています。まずどこに構えるか。初球を叩いた、これは三遊間だ。一塁へ、一塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。さあファイター、次の攻撃は下位打線からとなります。5回の裏、ファイターズの攻撃、バッター糸井、左ボックスに入りました。さあ強い当たり、この打球は右中間に上がった、右中間真っ二つに割った、バッターランナーは二塁を狙った。さあセカンド中継する、ツーベースヒット、糸井、右中間へのツーベースヒット。さあラン
ランナーが出ました。鶴岡ワンヒットで追加点もあります。さあ返せるか。ここまで1点を与えています。どう組み立ててくるか。初球は手を出しません。ワンボールです。金子、今日は4回までを投げて打たれたヒットが5本、この回は1本ありました。さあ第2球チェンジアップが決まりました。ちょっとタイミング取れていません。今日2度目のバッターボックスに入っています。さあランナースタート、これはボール、タッチアウト、三塁盗塁失敗。さあ今のプレイご覧いただきましょう。2回の最初の打席、キャッチャーへのファウルフライに終わっています。さあバッティングカウントどう攻める。低めに外れてボール、ワンストライクスリーボール。金子、この5回途中までを投げて許したヒットが5本、失点1の内容です。さあ何を見せるか。スイングして空振りです。このボール球を振らせました。さあ2エンド3、あっと三振。最後三振を取ったのは変化球でした。そして次の9番金子誠、右打席です。第1球、初球を投げてストライク、ワンナッシングです。この回まず2アウトを取っています。この球はどうでしょう。低め、ワンエンドワン。今日奪った三振の数は1となっています。さあ3球目は、これは痛烈だ、レフト線に上がった、しかしファウルボールです。さあ4球目、ボール、2-2です。さあ5球目、まっすぐを持ってきました。今のはよく見ましたね。はい、バッター見ていました。さあフルカウントになった。この球は外れてフォアボール、ここは歩かせました。打順がトップに戻ってきます。田中健介、5回裏ツーアウトです。バッターは1番、どこに出てくるんでしょうか。最初のボールを決めました。カウント1ストライクノーボールです。さあ3回目の打席、2投目、今度もいい当たり、これはショートになります。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジになります。さあバファローズ、次の攻撃は打順よく1番から始まります。第2ステージ第3戦は6回の表、バファローズの攻撃、打順は戻ってトップから始まります。坂口、先頭バッターとして塁に出たいこのバッターボックスです。まずは変化球、今のようなねボールに手出したらいけないですよ。あ、ボール球ですか、それを振っていきました。さあ次はどこへ行くか、入れてきました、ツーストライクです。さあどういう一球で遊ぶんでしょうか。これは大きいぞ、ライトへ上がった、いい打球ですよ。これはあっと抜けた、ワンバウンドヒット、打ったバッターは二塁へ向かった。さあ連携プレー見せるか、坂口、ライトオーバーのツーベースヒット。さあブルペンが動きを見せています。さあ打順は2番に回ってきます。村松、同点のチャンスに打順が回ってきました。今日の奪三振の数は5となっています。何を投げてくるか、打ちました、低い打球になりました、取りました、ワンアウトになっています。ランナーはそのままワンアウトです。いい場面で打席が回ってきました、カブレラ。さあバッターボックスです。これが今日3回目の打席、初球は打った、打った打った、やったに入った、逆転のツーランホームラン、パワーを見せてくれました。カブレラ、この札幌ドームに見事な
を描きました。6回の表逆転のホームランを放ちました。ここでリードを奪い返します。流れを変えるホームランになったか。今逆転のホームイン2対1。そしてチームメイトが並んでいます。2点を加えます。初めてリードしました。ただいまのホームランもう一度ご覧いただきましょう。リードを許していましたが、この試合中盤立場が入れ替わりました。バッター DH ローズ、最初の1球、最初は見ていきます。これは外れました。グリーン、今日打たれたヒットの数は4となっています。さあ2球目は決めてきました。カウント1エンド1。さあ3回目の打席、さあ3投目、次は外に来ました。ボールカウント2エンド1。次が4球目、ストレート、まあ、ホームランの後ですけどピッチャー落ち着いてますよね。はい、ここで三振を奪いました。そして次の5番後藤、左の打席です。最初の1球は成田、初球変化球空振りです。ちょっと合わないようです。ツーアウトになっています。第2球はどういく、変化球を打っていった、これはショートの上、取りました。これで3アウトチェンジ。6回の表までゲームは終了しています。バファロー2対1逆転に成功しています。6回の裏、ファイターズの攻撃、打順は2番から始まります。森本、右のバッターボックスに入りました。どこに出てくるんでしょうか。ストレート打って、これは1、2塁間抜けました。ランナーが出る、さあノーアウト。そして次のバッターとなります稲葉、左のボックスです。4回の2打席目、センターへのシングルヒットを記録しています。初球から打った、いい当たり、下がる下がる下がる、抜けました。センター頭上を襲いました。中継のショートへ、ファーストランナーサードベースも蹴った、ツーベース、稲葉ファーストランナーがホームイン、2対2追いつきました。ファイターズすぐに同点に追いつきました。リプレイでご覧いただきます。この得点の場面です。果たしてこのままリードを取る展開へと持っていけるんでしょうか。そして次の4番高橋、勝ち越しの場面で打順が回ってきました。この試合フォアボールの数は2となっています。さあどこから来るか、打った、左への打球になりました。ショートか、落ち着いて取りました。高橋ショートフライに終わりました。まあ上げたらいけませんよ、ランナー釘付けですよね。そうですね。さあ初球叩いて、これはいい当たり、打球はショートへ、一塁へ送ります。一塁アウト、ランナー進めました。スレッジ、ショートゴロに倒れました。この前の打席はきっちり捉えたんですが、センターフライに倒れています。どこに出てくるんでしょうか。初球は手を出しません。148キロのストレート。この回同点を許しています。さあ第2球、村本へ持ってきました。こういうストレートで押してくるのがいいですよね。はい、確かに素晴らしいストレートが来ています。さあ次のサインを見送ります。2エンド1です。次の4球目、ストレート打ちました。今のはファウルになります。依然カウントは2エンド1、外れました。2-2。さあ6球目はどうする、打ちました、あっとセカンドへのゴロということになります。セカンドが抑えます。一塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。ここでね、勝ち越したかったんですけどね。はい、後が続きませんでした。6回を終了、ファイターズ2対2、ゲームを振り出しに戻しています。ファイターズ2番手ピッチャー投入です。武田久志、同点という場面、マウンドに上がります。バファローズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。
7回の表バファローズの攻撃、6番からの打順になります。北川、何を投げてくるか。最初は見ていきます。際どく外れた。5回の第2打席、レフトフライに倒れています。この球はどうでしょう。これはスライダーで決めました。ワンエンドワンになりました。ここまでのバファローズ、ヒットが4本、そして2点を入れています。一方のファイターズ、ヒットが7本、そして2得点です。このまっすぐは外れました。ワンストライクツーボール。バッター北川、さあバッティングカウント、これはストレート、カウント2エンド2。次が5球目、これは痛烈な当たり、これは三遊間へ、ファーストへ、一塁アウト。北川サードゴロに終わりました。下位打線に回ります。下山、5回の2打席目フォアボールを選んでいます。どこに入れてくるか。まずはインコース、ゾーンいっぱいに投げ込みます。バッター下山、どう攻めるのか。これは変化しました。さあバッター追い込まれています。さあ3球目はどう攻める。また落としてきました。2ストライク1ボール。さあ4球目、これも鋭い当たり、打ち上げてセンターの打球、ボールを追っていきます。受けた、抜けました、深いところ、打ったバッター一塁を蹴った、中継に入る、ツーベースヒット、下山センターオーバーのツーベースヒット。さあランナーが1人出ました。日高、さあリードを取っていけるんでしょうか。さあバファローズ、センターへのツーベースヒットでランナーが出ました。第1球、あーっと打った、右へ行った、この打球はファウルになります。この前の当たりは芯で捉えたんですが、レフトフライに終わっています。いい当たりをしてましたけどね。ここはカーブできました。2ストライクノーボール。さあ次はどうするでしょう。高め、ライン際の当たり、切れるか。三塁線の当たりはファウルになりました。さあ4球目、これも痛烈な当たり、打球はライトへ上がって、どうだ、ワンバウンド、来た、落ちました。さあセカンドランナー三塁を回ります。バッターランナーは二塁を狙った、セカンドランナー今ホームイン、タイムリーツーベース、3対2、1点を追加、リードを奪いました。ただいまのホームインの場面、もう一度ご覧いただきましょう。ここでリードを取っていきます。しかし勝利のためにはもう少し点差が欲しい展開になります。期待に応えたいこの場面、大引き、その注目のバッターボックスです。第1球は初球ストライク、ワンストライクです。バッター大引き、このボールはどうか。これは体に近いところ、ボールカウント1エンド1。この前の打席はきっちり捉えたんですが、サードゴロに終わっています。3球目はどうする。あーっと打ちました、取って2アウトになりました。大引き、キャッチャーフライに倒れました。ここはバットで結果を残したい場面。さあどうでしょうか。坂口、そのバッターボックスです。さあ変化しました、ショートバウンド取った、一塁へ、一塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。7回の表が終了、バファロー1点を追加、3対2、点差を開きました。7回の裏、ファイターズの攻撃、トップバッター糸井、左の打席です。第1球はどうか、内へ、最初は低めの球、ちょっとタイミング取れていません。金子、ここまで許したヒットの数は7となっています。さあ次のボールはストレート、外れました。ワンエンドワンになりました。奪った三振の数が1となっています。さあ3球目は
コース決まった。これで2ストライクと追い込みました。さあ次の4球目はストレートを打って取った。一塁送球アウト。一塁アウト。糸井ショートゴロに終わっています。これ代打ですね。ランナーを出したいこの場面ファイター、ここでバッターを変えてきました。左のバッターボックスに入ります。ピンチヒッターボッツ、さあどこから来るか。初球外に来ました。カウントワンストライクノーボールです。ここまで2点に抑えています。さあ2球目ストレート打ちました。今のはファウルになります。次はどんなボールを持ってくるか。三球三振空振り。一気に勝負してきました。そしてラストバッター金子誠、右のバッターボックスです。今日出したフォアボールの数が2となっています。最初の1球は何か。最初はストライク、ワンストライクノーボール。5回の第2打席、フォアボールを記録しています。さあ2球目は高めのボール打った。打球は左、これは取れない。ワンバウンドヒット。さあヒットになった。2アウトからの同点のランナー。そして次のバッターを迎えます。田中健介、左のボックスに入っています。どこから行く。最初のボールを決めました。148キロです。ヒットでランナーを出しています。第2球緩いボールを持ってきました。ワンエンドワン。健介、ここまで出塁は1回という内容です。3球目はどうぞ。次はストレートできました。ワンツー。この前の当たりは芯で捉えたんですがショートゴロに終わっています。さあバッティングカウントどう攻める。よく見ています。カウント1エンド3。これが4回目の打席。さあ何を見せるか。強烈なトリックバンドへの打球、破った。一二塁間を抜けていきます。田中ライトへのヒットが出ました。さあ次のバッターにつなげました。森本、さあ同点のチャンス。そのヒット振りで追いつけるんでしょうか。最初の1球、その初球ボールになりました。ノーアウト。今日4回目のバッターボックスに入っています。この球はどうでしょう。これは決まっています。厳しいところに決まりました。森本、今日は2回塁に出ています。ボールです。ボールカウント1エンド2。金子、今日は7回途中までを投げ許したヒットが9本、この回は2本がありました。ストライクです。2-2。次が5球目。あっと上がりません。チャンスを生かせませんでした。一塁へ送ります。これは一塁アウトでスリーアウトチェンジです。その他のプロ野球です。東京ドームです。4対1、3点差に変わりました。ジャイアンツがリードを広げています。ファイターズですが守備が変わります。今成、この回からキャッチャーに入ります。8回の表バファローズの攻撃。この回の先頭バッター村松、チャンスの芽を出してダメ押し点を導いていけるんでしょうか。初球振りません。ワンストライクです。武田久志、今日は1回を投げて許したヒットが2本。さあこれは痛烈だ。これは低い当たり、これは取っています。次のバッターはどうでしょうか。カブレラ、8回表ワンアウトです。今日はここまで3打数1安打、ホームランが1本あります。1投目はどうでしょう。これも強い当たりだ。この当たりは右中間に上がった。カブレラライトフライに終わりました。そして次は DH ローズ、左のバッターボックスに入っています。
どこに出てくるんでしょうか。最初は空振りになりました。まあスイングだけ見てますとね、力強くていいんですけどね。スイングが豪快にいきました。すでに1点を失っています。次のボールは今度もいい当たり、伸びていって低い打球でした。ホームラン。自慢のパワーを見せてくれます。素直に打ち返した打球は一瞬のうちにライトスタンドに吸い込まれました。そして今ホームイン、4対2。さあ今のホームランどうご覧になりましたか。まあこれはね、もう4番としての仕事をねきっちりとやりましたよね。ですね。ええ、1点を追加します。その点差は2になりました。打順が変わります。後藤、左ボックスに入りました。まあ動きはいいんですけどね、ちょっとヒットがないんですね。はい、今日はちょっとバッティング不調という結果になっています。初球スライダーできました。ワンストライクノーボール。ホームランによる得点を許しています。この球はどうでしょう。外、宮本さん、今日のピッチングを見てどうですか。もう一つなんですよね。はい、さあ調子が上がってくるのか、これからのピッチングです。この3球目はどうする。打ちました、取りました。一塁に送ります。一塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。8回の表が終了しています。バファロー1点を追加、4対2リードを広げました。8回の裏、ファイターズの攻撃。この回クリーンアップから攻撃となります。稲葉、8回の裏ノーアウトです。最初の1球は何か。まず空振り、当たりません。ワンナッシングです。今日の成績をご紹介しましょう。3打数2安打、そして打点が1あります。このボールはどうか。強い当たり、バウンドして取ります。ファーストへ、1塁アウト。稲葉ファーストゴロに終わっています。そしてバッターは4番高橋。8回裏ワンアウトです。初球はどうか。これもいい当たりだ。これはサード、サード取った。強い当たりはサードゴロになりました。アウト、アウトです。さあ宮本さん、今打ち取ったのは何のボールでしょうか。スライダーですね。はい、スライダーですか。何から持ってくるか。これも痛烈な当たり、これはライトに上がっていい当たり。ワンバウンド、ワンバウンドした。さあ打ったバッターは二塁を狙った、狙った。ボールが返ってくる。ツーベースヒット。勝川さん、今のバッティングは。今のはスライダーですよ。打たれましたけどね。はい、そのボールを打たれました。期待に応えたいこの場面、小屋のそのバッターボックスとなります。6回の第3打席、セカンドゴロに倒れています。最初のボールはこれもいい当たりだ。大きい、大きい、大きな打球、フェンスを越えていきました。同点のツーランホームラン。初球ヒッティングはホームラン。左方向への打球は一瞬のうちにレフトスタンドに吸い込まれました。8回の裏、同点のホームランを放ちました。このホームランで試合が分からなくなりました。そしてナインの祝福を受けます。2点返しました。ここで同点にしています。さあリプレイでただいまのホームランを振り返りましょう。試合終盤、ついに追いつきました。そしてバッターは7番糸井、第1球です。最初は外に持ってきました。カウントワンストライクノーボールです。ここで同点を許しています。さあ2球目、コーナーを攻めます。ワンエンドワンです。さあ今日のバッティングなんですが、3打数の2安打、打点は1の内容です。さあ3投目、あっとこれは決まった。147キロのストレート。次が4球目、これも痛烈な当たり、ライトへ上がっている。追っていく、追っていく、フェンスに当たります。打ったバッターはセカンドへ、中継のセカンドへ、ツーベースヒット。さあ今のバッティングなんですが、勝川さん、まあヒットになりましたけどね、難しいフォークでしたよ。ああそうでしょうね。その球は残念ながらヒットにされました。ここでキャッチャーがマウンドへ行きます。ファーストも行きました。とにかく逆転されないためにどうするかっていうことをはっきりさせたいですね。はい、ゲームは終盤、大きな局面を迎えています。さあヒットが出ると勝ち越しのチャンス。ファイターズ代打のバッターが出てきました。このような状況ですのでね、中田、このチャンスは生かしたい。勝ち越しのチャンスです。
金子、早くも打たれたヒットの数は12となっています。どこから攻めるか。セカンドランナー佐藤切った、バッター打たない、セーフ、盗塁成功。今の盗塁もう一度見てみましょう。初球でのスチールを成功させました。金子、今日は8回途中までを投げ、許したヒットが12本、そのうちの3本がこの回ということになります。今度は変化球、ワンエンドワンになりました。この試合の奪三振の数が2となっています。さあ第3球、大きく外れました。次の投球が今日の100球目。さあバッター有利か。これはインコースいっぱいに決まった。ツーツーです。さあ5球目、あっと打ちました。あっと抜けた、抜けていきます。サードランナー今ホームイン、5対4、逆転成功ファイター。ついに1点を勝ち越しました。バファロー2番手のピッチャーを出していきます。菊池原、いい判断だと思いますよ。ツーアウト、ランナー1塁の場面でマウンドに上がります。ファイターズ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。そして次の9番金子誠、右の打席に入りました。初球です。初球変化球は空振りです。ワンナッシングです。金子誠、この試合の出塁は2回あります。2球目です。今度はまっすぐ来ました。ボールカウント1エンド1。この前の打席なんですが、レフトへのヒットを放っています。3投目、これはまっすぐ、今のは反応できませんでした。さあ次の4球目は鋭い当たり、サードへの打球、サードが抑えます。いい当たりでしたがサードゴロです。一塁はアウトで3アウトチェンジになります。さて試合はファイターズのリードとなって最終回を迎えていきます。ファイターズここで3番手ピッチャーを出します。マイク、最小点差はきっちりと守れるんでしょうか。さあストッパーと打線の対決、注目しましょう。9回の表、バファローズの攻撃、そしてこの回の先頭、北川、どうしても塁に出たい。最終回のバッターボックスです。変化球打った！ここまでのバファローズ、打ったヒットは7本、4得点という内容です。ファイターズがリードしています。スライダー、さあ、2ストライク追い込みました。さあ、次のサイン。3球三振見逃した！いっぱいに決めてきました。次のバッターです。下山、右の打席です。これが4回目の打席、どう組み立ててくるか。最初はボール、ノーワンです。バッター下山、次の2球目、次はインコース、1球2球と続けてボールになりました。この回はワンアウトになっています。さあ3球目、わずかに外れてボール3。7回の第3打席、センターへの一つもストライクがありませんでした。フォアボールのランナーを出しました。そしてバッターは8番日高、9回の表ワンアウトです。フォアボールのランナーを許しています。どこに出てくるんでしょうか。最初は変化球できました。これボール球をね振ってますのでね、ボール球を振った今の場面です。ファーストランナーを返せば同点になります。ストレートはわずかに外れました。ここはバットを出しません。今日4度目のバッターボックス。さあ3球目、当てただけ、ショート後方への打球、アウト2つということになります。日高ショートフライに倒れました。そして打順が変わります。大引き、右打席に入っています。今日のゲームは1回出塁しています。勝利まであと1人になった。まずは初球見送りました。ワンボールです。バッター大引き、さあ2球目、丁寧にコーナーをつきます。ワンエンドワンです。7回の3打席目、キャッチャーへのファウルフライに終わっています。さあこれは痛烈だ、ショートへの打球、試合終了、あと1点が届きません。
クライマックスシリーズ第2ステージ第3戦は5対4ファイターズの勝利となりました。今日のヒーローです。はじめに投球成績をご紹介します。先発の登板6回被安打4四死球16奪三振自責点2、そして打撃成績になりますが1打数1安打点1、わずか1打席で結果を出しました。さあこの2人の活躍で勝利となりました。さあ今日のゲームお伝えしてまいりました、解説は辰川光男さん、そして宮本和智さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。リポーターの2人もありがとうございました。どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。